美味しかった。あと今日は山口のね、白銀さん、そうめっちゃ有名なんですけど、そう、その美味しいかまぼこの方 かまぼこが今家にあるので、それとトマトでカプレーゼを、そう今日は作りましたね。はい、この後あやなんさんがプレゼントでくれた大人の飲み物と一緒に いただきたいと思います。はい、めっちゃお腹鳴ってる、聞こえてる？ちょっと恥ずかしい、私にはすごく聞こえるんだな、なんか。聞こえてた、やっぱお腹が活動してる、すごく。ずっと鳴ってたよね、なんかずっと鳴ってんなって思ったけどさ、聞こえてるのか分かんないからさ、わざわざね言うのもあれかとか思ってたけど、聞こえてたんだね、恥ずかしい。そう、てか前髪がもう全然、あー、今日もレッスンですごく汗かいたので、そう、いや消化中なんですよ、お腹空いてるわけじゃなくて。はい、ありがとう。まあこのあと配信終わった私はお風呂入ります。でも「アンロケ」が放送されます、ぜひ皆さん加入してご覧ください。はい、ぜひぜひ。アンロケでも追ってみようかなと。あ、加入しちゃってよって、嬉しい、ありがとうございます。多分加入したらね、写真かなが確かにプレゼントされるのかな、なあ、そんなイベントもありますのでね。で、なるちゃんとりんちゃんと小田のお代理の3人で今回のアンロケの実況をねするので、お楽しみに。私結構熊本の方でもね、私だから全部出るので、私も3公演、今回そのピックアップされてる3公演全部に一応いるっちゃいるので、そう探していただければね。まあ、りんちゃんの茨城公演のやつだったら、まあね、特にすごいやってるんで、景品釣られて加入しましたって、嬉しい、ありがとう。ね、で 長年アンロケでチームメイトのこと見てきてくださってる、ずっと一緒にね アンロケずっとチームメイトのことをね見守ってくださってる千葉さんって方がいるんですけどね、ツイッターで「人はめちゃめちゃ頑張ってます」みたいなツイートもしてくれて、ちょっと恥ずかしいね、改めて言われるとね。そう、まあね、他の人もそうやって言ってくれてるので、まあ皆さんお楽しみにって感じです。まあバレバレだったのかバレバレじゃなかったのかに関しては、ほんと収録見てからの楽しみで はい、そう、もう最後の方ね、頭使いすぎて糖分欲してますっていうね。そう、楽しみに。あとその和賀さんとねコントもやったんですけど、漫才コント、どっちだっけ この話もすごいしたんだよ和賀さんと。なんか何回かそのコントか、ま、あコントかコントって言って、いやコントはなんかまあね、ちょっと演劇的な部分もあるみたいな、けど漫才は
あの普通にあのマイク一本で口だけでやるみたいな。そうそう、わがっちょさんと漫才だね。そう、漫才をやったので楽しみに。漫才やったんで、でニコ生さんで見てた方もいるのかな。そう漫才やったんで、でもその漫才はさ見た方いるじゃん。でもあのネタ合わせとか、まあ和賀さんがそのね、そのコントをやるに至った経緯とか考えてるところとか、そうちゃんと多分番組内では紹介されると思うので、うん、あとまあ練習してる風景とかもあるのかな。そう、なぜか私と和賀さんが壁に向かってね練習してる写真とかの意味も多分わかると思います。舞台裏ほんと楽しみにしておいてください。いつもやっぱ見られないところが見られると思うので、今回はそう3本ともそうだと思う。なんかそう普段見れない裏、舞台裏がやっぱ見れる回になってると思うので、あんロケ、まあ昨日もね他の方いましたけど、今引き当ててくださった方がいる。アバター下を見るって書いてあるやつ、ちゃんと楽しみにって感じです本当に。で神奈川公園のところもねぜひ皆さん楽しみにしといてもらって、うん、結構皆さん最後に皆さんに嬉しいことあるよ。本当に見てたら最後に嬉しいことある。どう使われてるか分かんない。そう、うん、まああるのでなんて言ったらいいんだろうね。まあなんかただ個人的にはすごい嬉しいことがあった。多分最後の方に放送されるんだと思うんですけど、うん、まあ、個人的に嬉しいことかな、うん、そうだね。最近ほんとイベントだらけですね、うん、なんか配信系もねあるしね。そこそこ明日も前夜祭あります、アジアフェスティバルの。そうあとまあこういう番組本当嬉しいよね。ぜひご覧ください。はい、あそうそうアジアフェスティバルは明日ね、そう前夜祭をめぐさんと二人きりになるのかな、まああるので明日だよ。なんか緊張しちゃうてか明後日が本番かっていう。明後日行くのでみゆちゃんのメンバーカラー、メンバーカラーなんかこれって決まってない。やっぱ他のアイドルさんもなんか決まってるところ多いんだけど、そういうのは決まってないけど、私は白とブルーに、あ紫だっけ。でもね紫のねサイリウムってないんですよ本当に。はい、白と青だったっけ。そうめっちゃうろ覚えです。うん、白青、でもなんか白青だ
じゃん、白青じゃん。でもなんか青、白青が多すぎて紫がある人は紫でみたいなのを言われてる気も、言った気もして、今どうだっけって一緒になってるうんって感じです。ね、そう、白だってね、なぎちゃんも白と青なの。そう、あ、白青紫だっけ。そう、紫もね、あ、紫は生誕祭の時に行った時だっけか。そう、まあそういう話をしたな。なんかこういう話をねちょこちょこしてるからだよね。そう、あー言ったね。そうだ、ペンライト1本の人は青で2本の人は白青を揃えてくださいか。言った言った、そうじゃん。ね、ペンライトはそうですねうん、そうですね、ペンライトはそうですね。うん、サイリウム3本いらないよ。ペンライトはあの1本の場合は青で2本の人は白と青で。あ、ケンちゃんタワーありがとうございます。いや、がっつり忘れてるわけじゃないんだけど、なんかあれ言ったな、これ言ったなっていう、なんかうる覚えめっちゃうる覚えです。そう、決めたもん、決めたのだっていつだ、ね、まあ、デビュー当時から別に決めてなかったんだよね多分もともと。で、好きな色は白とブルーとかね。ありがとうございます。なんかね、なぜ1本の時に白じゃないかというと、なんかね、白があんまりないみたいな話になったんです、その時も。なんかほんとうろ覚えなんだけど、そう、確か白があんまないみたいな、青ならあるみたいな、でなら1本の時は白でみたいな、で2本のと本当は白が良かったんですけど、で2本の時はまあ青と白みたいな、そう、白頑張って揃えてくださいみたいな感じの話を、ね、確かしたと思うんですよね。そう、決めた時もめっちゃなんか悩んでたんです。そうで、いろんなファンの方の意見も聞いてってやってたからかなそう、細かく覚えてないっていう。うん、でもコンサートでは白と青持ってる方いつも見つけてます。だからちゃんと覚えてるんだよ、そう、色は。でもこうやって聞かれると紫って言った覚えもあんなとかね、いろいろよぎったね。うん、でも白と青を振ってくれてると、あ、私のファンだって見つけやすい、大きい会場とか特に。そう、うちわとかね、なんかは結構派手なうちわじゃないとやっぱ遠くからだと見にくくて、でもペンライトがあったら、あ、白とブルーだ、あ、私のファンかなって手振りやすい。うん、ありがとうございます。なんか白を頑張って見つけてくれたんだなって改めて感じてありがとうございますって思う。うん、ああ、もう雫公園の当落出たんだ。そう、今月の30日、6月30日出るんです公演。うん、え、なぎちゃん髪切ったの、めっちゃコメント来るじゃん、ちょっと読むタイミングなくて。え、なぎちゃん髪切ったんだ。なんかずっとね、切りたい切りたいって言ってたんだけど、まさか切るとは思ってなかったよ。どこ、ツイッター、めっちゃお腹鳴ってる恥ずかしい。
え、なぎちゃん、どこ髪切ったやつ？お腹がめっちゃ鳴るんだが。え、なぎちゃんの髪切ってるとこ写真見つかんない。あれ？もしかしてメール？メールで送った感じ？ショートってみんなが、え、ツイッターにも上がってないんだが。あー、チーム4ね。坂口な、坂口なぎさ。なぎちゃんって言ったら見つかるかな。ほんとだ。え、めっちゃ切ってんじゃん。え、めっちゃ切ってんじゃん。かわいい。なんか大人っぽくなったね。大人っぽくなった、ほんとに。え、かわいい。なんかピンクの衣装着てるやつめっちゃかわいい。え、これ、これちょっとお借りしてるんですけど、すいません。え、このなぎちゃんがめっちゃかわいい。あれだね、なんか松田聖子さんでやってるっけ、名前。松田聖子さん、聖子さんカット、聖子ちゃんカット、聖子ちゃんかな、多分。そう、ぽい感じ。なぎちゃんね、そのね、聞いたの？聖子ちゃん好きほっら、て言ってなかった？そうそう、松田聖子さんめっちゃ好きで、なぎちゃんで、その時代のアイドルのなんか衣装とか髪型とかすごい好きなんですよ。そう、すごい好きで、なんかぽいね、ぽい感じ、かわいい、似合う。え、このなぎちゃんもめっちゃかわいい。あ、ウィンブルドンの衣装ね。え、この衣装、この白いやつ、カチューシャとかすごい。ちょっとこれもお借りしてます。お腹が恥ずかしい。めっちゃこの衣装もめっちゃ可愛い。楽しみ、今度会う時楽しみ。可愛いね。なんかすっきりして見える。かわいいね。お腹が鳴る、恥ずかしい。ね、劇場にいた人本当にびっくりしてそう。そうだね、次は私かな。ね。でも私はなんか髪質が本当にくせっ毛なんですよ。だから美容師さんと相談しながらちょっと短くしようと思う。ともうちょっと切りたいなって思ってる。なんでかな、お腹がすごいなるんだけど。お腹がすごいなる。お腹がすごいなる。消化してるってこと？にしてもじゃない、最近そんなならなかったのに。なんか中高生の時は結構なってたんですよ。でもここ最近そんなことなくて、全然急に。すごいなってる。消化してんのかな。それか最近動いてるから筋肉量増えてきたのかな。そんな急には増えません。すごいなってる。ああ、お腹の音って女性よく聞こえる気がするって。なんでだろう。内臓が元気なんだろうね。
まあそうか。寝相が元気です。腸が活発なんです。ああ確かに腸が活発なんです。いいことだ。じゃあランキング発表いきたい。ミューからなしで今日ちょっとミューからはなしにして。ランキング、あ、それかミューからして登壇してる15人の方だけ読むか。そうだね、ミューからを1サビ終わりまで歌う。何歌おうかな。何にしようかな。どうしようかな。これで時間が過ぎちゃう。これにしよっかな。雫公園からちょっと撮って、それでは聞いてください。彼女、ありがとうございました。じゃあ何気合っていきたいと思います。登壇してる方だけいきます。フィンドフォービーさん、13おめでとうございます。ありがとう。そして12位が最高のフィナーレワットマークミュー DC、シビビチュカエアカムサムダ、ありがとうございます。そして11位クックアットマークアンロケ楽しみゆー、11位おめでとうございます。ありがとう。この後あるので楽しみに。そして10位がウィンパディさん、10位おめでとうございます。ありがとう。そして9位はヒヨパンさん、9位おめでとうございます。ありがとうございます。そして7位がアスランヒデちゃん、7位おめでとう、違う、8位がナンナン48さん、8位おめでとうございます。ありがとう。そして7位がアスランヒデちゃん、7位おめでとうございます。ありがとう。そして6位が和田さん、6位おめでとうございます。ありがとう。そして5位ガチャットマークミューディーシー、5位おめでとうございます。ミューティーだそうだ忘れちゃう。はい、そして4位がピーシアタイアットマークアジアフェ、違うね、なんかピーシアタイミューディーアットマークパクポンヤヤナ、はい、おめでとうございます。子供かそして3位ココーンにサミチュッカイカムサンダー。そして2位がヌーコーパットマークミューと一緒にアンロケ、奔放死守はい、ゆいちゅっかいカムサムダー。私ココに飛ばしたもん、しかして、まあ、サミチュって言ったもんね。そして1位がケンちゃんアットマークリンちゃんがアンロケの一緒にミュー配信やるみたいって、そうそうそう、リンちゃんとナルちゃんと小田エリがね、そうやってるんだよ。1位おめでとうございます。ありがとう。そしてじゃあじゃあ、あと2分で始まっちゃうんで、これにてはちょっと登壇してる方だけになっちゃったんですけど、ランキングものが見に来てくださって今日はありがとうございました。じゃあスクショタイムいきますね。はい、チーズ、うん、ありがとうございます。じゃあ2ポーズしよっかな。あ、1ポーズにしようか。あんたロケロケのポーズでいきます。はい、チーズ。
い、アンタロケロケターボぜひ楽しんで、はい、見てください。これからね結構長時間あるので、じゃあ皆さんまた明日、明日の配信時間は23時からにしときますね。ルンパン夜半時부터방송하여고봐주세요재밌었습니다そして tomorrow showroom at 11 p.m. much please よろしくお願いします。じゃあ皆さんおやすみなさい。この後の番組お楽しみに。またね。